はい、こんにちは、カファーです。皆さん、モニターアーム使ってますか？モニターアームの有用性はもう言わずもがな。自分の目線に合ったモニターの位置を固定することができたり、アームなので自分のね、好きな位置に移動するっていうところがすごい便利なんですけど、モニターアーム調べると、最初に出る選択肢、エルゴトロン。この辺をね、皆さん調べるんじゃないかなって思うんですけど、いや、いかんせんね、値段が高い。うん。今ね、Amazon でパッと見た感じ、1本19,696円。まあ、約2万ですよね。高いなりの理由はもちろんあるんですけど、それでもやっぱ初めて買うってなると、ちょっと躊躇してしまう値段なんじゃないでしょうか。というわけでね、今回はこちら、NB というブランドのモニターアームを紹介しようと思うんですが、これね、Amazon で今3,280円くらいで売ってます。で、別にセールとかじゃなくて、いつもね、これくらいの値段なんですよ。3000円のモニターアーム、質感どうなのみたいな。もうどうせすぐこう、お辞儀っていうかね、モニターアームとして全然ダメなんじゃないのみたいなね、疑問があるところなんですが、これ使えたらめちゃめちゃお得だと思いませんか？今回はね、このちょっと NB っていう、あんまりね、聞き馴染みのないメーカー、見る人によっては怪しいみたいにね、感じると思うんですが、今から実際に開けてみます。一緒にね、このモニターアームの性能を見ていけたらなと思います。じゃあ、開封。はい、ちょっとね、開けながら説明しようと思うんですが、まずこのモニターアーム、今回ね、製品提供いただいています。かといってね、もちろん、あんまり良くないものだったら、ちゃんとね、そこは伝えようかなと思っています。スペックとしては、17から30インチ対応で、主要なね、モニターサイズには適用しているかなっていう感じ。耐荷重が2キロから9キロ、ガス圧式のベサ規格対応っていうところで、多くのモニターと遜色ないというか、もう全くもって問題ないスペックには感じています。固定方式はクランプ式とグロメット式対応なので、備え付けの机が動かせない方とかにもね、しっかりと対応できているので、ここもね、問題ないかなと思ってます。よし、取り出せたから一回箱はね、どっか行かしちゃおう。あ、なんかいいじゃん。なんかね、色味いいっすね。なんかグレー、真っ黒じゃなくて、ちょっとグレーみかかった感じ。ああ、美しいと思うよ。こういったね、ケーブルのトレーみたいなのもね、下についてますね。はい、中に入ったの、こんな感じですね。付属していた説明書、日本語の表示もちゃんとあります。でね、こういった部品の中に六角レンチ入っているので、まあ、工具ない方もこのまま作れるんじゃないかなと思っています。クランプ式とグロメット式の装着方法とか設置方法に関しては手順が異なるみたいなので、今回はね、この机につけて試していきたいので、クランプ式で試してみようかな。うん。さっきね、説明書日本語に対応しているって言ったんですけど、組み立てるところは絵だけなので若干わかりにくいな。まあでもプラモデルと思ってやってみよう。はい、というわけでね、完成しました。組み立て自体はそこまでね、大変じゃなくて、一人でね、15分ぐらいで、まあ、組み立てられたかなという感じです。肝心の質ですよね、可動域とか、その辺をね、ちょっと説明していこうと思います。はい、まずね、モニターの高さの調整なんですが、映るかな、下にこういった留め具あります。最初にこれを支柱にね、つけておいて、好みの高さ設定したら、そこまでね、モニターアーム落とすっていうイメージです。なので今中くらいにつけてるんですけど、これくらいにね、位置を固定してあげます。まずさらにモニターアームにも六角で留め具があるので、ここをね、もう一回緩めます。で、留めてあげる。こんなイメージで高さ調整可能です。まず本体の支柱を緩める。高いところが良かったらね、高い位置で一回留めます。これは補助なんだね、だからこっちは、で、まあ補助としてこっちのサポートの留め具をまたつけてあげると。うん。そんな感じでね、高さ調節は可能です。で、さらに今の留め具は前後の動きのしやすさにも寄与しているので、ここをね、動かしたくなかったら固く留めちゃって、そうするとね、動かなくなるので、モニターアームなのでね、ちょっと緩めに設定するくらいがいいのかな。少し緩めにすると、この前後の動きも滑らかになる。そんな感じですね。あとね、ケーブルホルダーも付属しているので、ごちゃごちゃしがちなデスク周りの配線、この辺をね、一箇所にまとめることができるので、ここも結構便利なんじゃないかなと思います。はい、さらにね、このプラスマイナスの位置、高さ調節の硬さをね、変更することができます。今ね、いい感じに設定したんで、こんな感じで上下がね、かなり動かしやすくなっています。ここもね、モニターアームなんで、ちょっとね、あんま動かしたくないよとかね、
逆か、もうちょっとスムーズに動かしたい方はプラスの方、マイナスか、マイナスの方を動かすともっとね軽い力で動くようになります。これね結構いいぞ、すごいね、思ってたよりスムーズ、めっちゃいい。動かしやすくしすぎちゃうと自動でねなんか下に下がっちゃう、そんな感じ。動かしやすくも自動でね降りてこないくらいの位置、自分でね探してみるといいです。はい、最後にね画面の向きね、上と下、ここのねチルトの機能なんですが、ここも硬さ調節可能です。付属のね六角でちょっと硬くしてあげると、うん、しっかりとした角度調整っていうのが可能になってます。これねしっかりしてる、思ってるよりもいいよ本当。せっかくなのでノートパソコンね繋いでみようと思います。いやね、モニターも何がいいって、電源入れるかってなった時にこうやって後ろねすぐひっくり返すことできるんですよね。スタンドだと HDMI の差し替えとか電源抜き差しとかにめちゃめちゃこう覗きに行かなきゃいけないので、モニターもここめっちゃ便利です。でまあ HDMI は刺さってると。わあいい、めっちゃスムーズじゃん。めちゃめちゃねいい感じの調整できたんじゃないかなと思います。この状態だとねやっぱ低いんですよ。モニターにもともとついているスタンドだと高さの調整とか角度の調整難しいので、このままねこう引っ張ってあげるだけ。うわ、そう、自分の目線のど真ん中、目の前か、自分の目の前にモニターが来るっていうのがめちゃめちゃスムーズにできるんで、やっぱねモニターアーム絶対あった方がいいんですよ。やっぱモニターアームの質ってここの動きの滑らかさだと思うんですけど、見てください、わかるかな、この滑らかさ。なんか音とかもギーギー言うわけでもないし、スースー動きます。高さの調節も余裕、もうね今映ってないかな。安いモニターアームにあるのが微調整が効かない、どっかのタイミングで微妙にね落ちてきたりしちゃうんですけど、ほら狙った位置にねちゃんと止まるんですよ。いや十分じゃないかこれで、マジで。もちろんねこっちも余裕で動くんで、なんとなくお分かりにいただけたんじゃないでしょうか。微妙にねそっちにいる人に見せたいとか、いい感じに映ってるんじゃないでしょうか。はい、改めてね Amazon の製品ページ紹介するんですが、耐荷重 2kg から 9kg、 17から30インチのモニターに対応していますっていうところで、ほとんどのねモニター、まあすごいでかいワイドモニターとか、まあ、その辺はあまり保証していないっていう感じなんですが、多くのモニターにはまあ対応してますよね。今回はクランプ式の方式で、この付けに取り付けてみました。ただしグロメット式の固定具も付属しているので、備え付けの机とかね動かせない机を持っている方にも対応しています。材質アルミニウムで質感も全然かっこいいです。なんかねグレーみたいな黒みたいな感じで、木目調のね机はもちろん黒を基調とした机にも似合うんじゃないでしょうか。いいね、いいコメントいただきました。今妻がねボソッとこれ3000円なんだみたいな、ね、話したんですが、そうなんです、3000円なんです。支柱の角度は360度、ぐるっとね一周対応していて、このねチルトに関しては85度からマイナス30度、こんな感じか。85度いってんのかなこれ。あ、まだ行くんだね。うん、横の角度も90度対応可能となっています。前方向は56センチ伸びますと。これまだまだね伸ばせるんだけど、もうちょっとねパソコン、ノートパソコンはみ出ちゃうくらいなんで、一旦この辺で止めさせてもらいます。高さもマックス57センチいけるってことでね、うわフレームアウトしたかな。もうモニターアームとして十分なんじゃないでしょうか。もう何も問題ありません。はい、せっかくなんでね Amazon のキーパーっていう価格推移が見れるもので、これ今見てみたんですけど、最安数2980円ぐらいで買えそうですね。なので今3280円、300円ぐらい高いっていうところではあるんですけど、まあ、これがね3000円前後で買えるって思うとめちゃめちゃいい選択肢になりそう、良さそう。一応ね水平回転の方説明してなかったんですけど、縦回転も360度かいけるので、スマホゲームとかをパソコンでねやりたい人もこのモニターアームあれば使い勝手ね良くなるんじゃないでしょうか。うん、はい、というわけで今回 NB のねモニターアーム紹介してきました。
このモニターアーム3000円で買えるってね、めちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。結構ね、安いモニターアームにあるなんか勝手にお辞儀しちゃうとか、高さがね自分が決めたところから勝手に下がってきちゃうとかね、なるのかなっていう風にね、初め懸念してたんですけど、思っていたよりね、元々のこの材質の質感とか滑らかさめっちゃいいじゃんっていう風にね思いました。これからねモニターアーム買いたい方、もちろんねエルゴトロンとかね憧れあるの分かります。一流ガジェッターみんな使ってるしみたいなね感じあると思うんですけど、このモニターアームね早めに導入してもらって、パソコンってずっと使ってるとやっぱね首とか痛くなってくるし、やっぱこの辺とかホコリ溜まってくるの嫌じゃないですか。なのでコスパのいいモニターアーム探していた方には、もうこれね僕激推しできます。ぜひ検討してみてはいかがでしょうかというところでね、今回の動画終わろうと思うんですが、このチャンネルではこういったねモニターアームも含めてガジェットとか最近めちゃめちゃ動画上げてます。ぜひね今回の動画参考になったらグッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。どうでしょう、使ってる人いるかな、もしくはねモニターアームの有用性とかね熱く語りたい方、ぜひコメントください。はい、というわけでね今回終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。